はい、こんにちは。今回から英文解釈始めていきます。では、今回の目的は前から一つ一つ丁寧にというふうに書きました。ですから英語の、前から与えられている単語の通り構造を取り進めていこうという話ね。で、前回動画でお伝えしたその文構造の取り方について簡単におさらいを、しておきましょうか。まずは俺たちが実際英語を見るときは一つ一つの単語を目を通していくということになりますから、まずは各単語をできる限り覚えて、その単語の意味から実際品詞、これがセットになると言いましたね。だからリンゴだったら名詞とか買うだったら動詞みたいに、実際単語の意味をちゃんと覚えれば原則品詞がセットでついてくると。で、品詞というのはこの英語の形の一種になりますから、それに従って文構造、言い方を変えたら最終で文型になるんですが、この手順で実際に英語を前から取り進めていこうということになります。で、大事なことはこれは簡単な文章だから、正直単語だけで文章の意味は分かりますけど、構造を鍛えるための授業をしますので、これがたとえ難しい文章になっても同じ作業ができていくっていう流れでは、意味を取ることよりもまずは構造を鍛えていこうというので、前から一つ一つ皆さんがどうやって構造を取るか、これを話していこうと思います。では、早速いきましょうか。まずはじめ「ザ」と来ていて、この「ザ」という単語はいわゆる冠詞といって、これ名詞の頭につきますから、後ろに名詞が来るなというイメージで読んでください。そうすると「ザ・ドッグ」というに「犬」っていう単語の意味が来て、これは名詞ですから早速、主語だというふうに文構造を取りましょう。で、このように主語というものが来た場合は、文型上「S は」というふうにこの助詞を補って訳をすることができます。その犬はねって意味です。じゃあその犬はっていう主題が来た場合は、じゃあどうしたのかっていう動作が来ると分かるでしょ。で、後ろを見ると「ライズ」っていう、これは横たわるとか「いるある」っていう、自動詞なんですが、動詞というふうに構造が取れます。その犬は横たわってるんだよ。で、その犬は横たわってるってことは、これで文を終えてもいいんだけど、実際ね「犬がおる」というふうになったら「どこにいるか、ね、犬おるでって言われたらどこにいるかってなるでしょ。ですからこれでも同じで、その犬は横たわってますって言ったら、いやどこにですかって場所がいるので、それをね実際に読み進めていこうと。このように英語っていうのは動詞の意味を中心として、後ろにじゃ自然とどんな文構造が来るかっていうのが導かれていきます。ただし取ってみないと実際わからないので、一つ一つの単語に従って文構造を取り切りましょうね。では後ろ、次は「オン」、これ前置詞という単語ですね。じゃあ前置詞はどう扱うかというのを書いておきましょうか。これは今回のポイントにもなります。前置詞のポイントは必ず名詞とセットで使うと今覚えてください、前置詞と名詞、こいつはセットで一つの就職語として働きます。前置詞と名詞はセットで一つの就職語になると。ですから前置詞を見かけたらこの単語に文構造を取るだけじゃなくて、まずは前置詞の直後に「ザ」という冠詞があって、名詞が来てますね。ここで一つの塊になります。だから実はね、この前から一つ一つって書いたんですけど、一語ずつ取っていく部分と、このようにある語句はセットになっていくっていうね、句っていうのがあるんですね。このように塊として取るべきは取る、一語としてちゃんと取るべきは取るって、これしっかり判断していく力がいるから、こう考えたら文構造を取るっていうのはすごく複雑なんですよね。じゃあ話を戻しましょうか。今回はオン・ザ・フロアっていう、床の上にっていう、これで一つの M 就職語になりますから、床の上に横たわっているっていう、どこにかかるかっていうのも必ず向けるようにしてください。これが一つ目でした。その犬は床の上に横たわっている。
いわゆる SVM という第一文型ね、ちゃんと最終的には文構造が文型に当てはまったという形が大事になります。では、次いきましょう。メアリーはこれは、人の名前で名詞ですので S としましょう。 S はですね。で、リメインズっていうのはこれはリメイン、ままであるっていう動詞状態ですから、これは V ですね。で、ままであるってことは依然として何々だという意味なんで、メアリーは依然としてどうなんでしょうかというふうにメアリーを説明するイコール表現が欲しいですよね。だから当然君たちはメアリーを説明する C という保護が欲しいと思って読み進めてください、ね、動詞の意味を中心として後ろに来る形を考えていこうと。はい、で実際どう来るかは取ってみないと分かりません。では、あという冠詞が来たので後ろに名詞が来ますね。The students。ではここで名詞という品詞が出たため、はい、これですね。学生は名詞だ。はい、名詞ってことは文構造、はい、どれ取れますか。SVOCM のどれですか。となるとこれは今回は C ですね。なぜ O ではないのかっていうところが大事で、この文章を訳せていても実際 SVO と構造を取る人が多いんですが、 C は S とイコールになるものですね。ここでは、はい、O というのはこれは相手ですから、メアリーは学生のままだってことはメアリー自体のことを説明しているためにこれは C です。いわゆるこれは第二文型というものに属しますね。はい、じゃあ3つ目いきましょう。ナンシーも S でしょう。わかりましたか。もう自然と文構造を取るところに持っていける。はじめは一つ一つ単語を考えて品詞を見て、そして文構造っていうこのすごいね堅苦しい感じがしているんですけども、それまでしても皆さんは前からしっかり構造が取れるっていう力自体を伸ばしていかないとこれ意味がないですね。はい、もう人の名前で S でしょ。ナンシーはじゃあどうしたのか。これはレイドっていうのはレイもともとレイという置くとかね、横たえるという他動詞ですので、まあもちろん V です。ナンシーは置いたんだ、横たえたんだ。じゃあこの動詞の意味から何をというふうになりますよね。ナンシーが横たえたものは何だっていうふうに、そのナンシーが横たえた目的語が欲しいというふうに呼び捨てますよね。はい、で実際確認すると、はあ、彼女を横たえたでは変ですから、この彼女っていうのはドレスにかかる修飾語になっていると、これいわゆる形容詞ですね。修飾語になった場合は名詞と一つのセットになりますから注意してください。 Her dress、 自分のドレスをこれで1個の名詞なんでちゃんと目的語として成立しますね。もちろん第二文型とは違ってこの第三文型では SVO となってますので、ナンシーとドレスっていうのはイコール関係ではありませんねって話ね。はい、ではこれでナンシーは自分のドレスを置いたんだとなれば、じゃあどこに置いたかってなるでしょ。はい、置いたってことはその置いた場所までいると。実はこのように、皆さんはメインの文構造だけではなくてその語句の直後に続いていく修飾語も、きちんと読んでいけば予測がつきますね。はい、ですが確定ではないからちゃんと取りましょうか。では前置詞が来たため後ろにザーが来て名詞が来ました。はい、前置詞と名詞が一つのセットになったためこれは M として働きます。 M という文構造はこれは修飾語になるため今回はベッドの上に置いたのだというふうに修飾すると。はい、これによって適切にナンシーはベッドの上に自分のドレスを置いたっていうふうに正確に、単語が最後は助詞を補って、文型として訳すことができるようになりましたということですね。はい、ではこれが第一文型から第三文型というものなんですけども、まあ、おさらいしておくと、まずは文の初めに原則主語が来て、でその主語が何をしたのかっていう動詞の意味によって、もしくはその動詞の、訳を助けとして借りて後ろに自然と文構造が導かれると。
ただしこのように実際最後まで品詞に従って文構造を取る力をつけておかないとどんな訳をするかはわからないので、しっかりと文の始めから文の最後まで文構造を取る練習をねしてみてください。はい、以上ですね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。